ドジャース、カージナルス、30日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が、2番、指名打者、で、山本義信投手が先発投手で出場することが発表された。二人が揃って出場するのは21日に韓国で行われたパドレス戦以来、今季二度目。写真、大谷山本がフュージョン、山大谷、大谷は前日の試合で4打数無安打。 5回無失一二塁の後期に併殺打を喫するなど、見せ場を作れず、開幕から続いていた連続安打試合は3で止まったしかし、チームは一発攻勢で快勝、1番ベッツが先頭団で3試合連続本塁打を記録するなど、4本塁打で全得点を挙げて連勝した大谷はカージナルスの先発輪との相性は抜群。 昨期5月31日の試合では2打席連続本塁打を放つなど、通算成績は打率435、23打数10安打、1四球、5三振、3本塁打、オプスワン284と圧倒している、開幕4試合のオプスは669と本来の力を出し切れておらず、待望の1号に期待がかかる5月で37歳になる凛と投げ合う山本は中井岡で登板。 当初の予定より1日遅らせ、万全の状態で本拠地デビューのマウンドに立つ。韓国でのメジャーデビュー戦は1回4安打5失点で敗戦投手に。持ち味の請球が安定せず、43球のうち20球がボールだった。走者を背負った時のセットポジションでグラブの位置を変えるなど、試行錯誤を続けている。地元ファンの前でゴールドシュミットやあれなどなど、 実績ある選手が並ぶ打線をねじ伏せる回答を披露したい。カージナルスの打線数字は昨季成績。1番、左翼どの番打率。28041本塁打34打点オプス。787。2番、1類ゴールドシュミット打率。26825本塁打80打点オプス。810。3番、2類ゴーマン打率。 23627本類七打76打点オプス、806。4番、サンルイアレなど打率、26626 26本類九打93打点オプス、774。5番、DH カーペンター打率、1 7 6五本類三打31打点オプス、641。6番、ホシュフェレーラ打率、2970本類打4打点オプス、760。 7番、右翼バーレソン打率、2448本塁打36打点オプス、690。8番、遊劇クロフォード、昨季、打率、1947本塁打38打点オプス、587。9番、中堅スコット2世、昨季 1A と 2A、打率、3 3 9本塁打63打点オプス、794、94等塁。 当主林、昨季、13勝11敗防御率5、73。ドジャースのラインアップ数字は今季成績。1番、遊撃ベッツ打率、5713本塁打9打点オプス1、970。2番、DH 大谷打率、294-0本塁打2打点オプス、669。3番、一塁フリーマン打率、2311本塁打3打点オプス。 936。4番、ホシュスミス打率。412-0本類打2打点オプス1、003。5番、サン・ルイマン・シー打率。313-0本類打2打点オプス。743。6番、サヨクティ・ヘルナンデス打率。267-2本類打4打点オプス1、086。七番、中堅・アウトマン打率。十二ゼロ本塁打二打点オプス。 684。8番、右翼フェイワード打率、2 2 2ロ本塁打2打点オープス、422。9番、二塁ラックス打率、1 5 4ロ本塁打0打点オープス30、308。